久しぶりの。あ、久しぶりだね。どんな気分がするものなんだ。俺には故郷がないからわからないんだ。両親は？母の名はジェノバ。俺を産んですぐに死んだ。父はジェノバ。あ、こうクラウドの故郷だ。俺は何を話してるんだ。さあ行こうか。うん、あのセブンリメイクでね、幼少期の頃のクラウドを見たんだけど、ここだったな。セフィロスのお袋さんの名前がジェノバ。ジェノバってジェノバ細胞だよな。うん、召喚モードマテリア。なんか受信したね、メール。見てみよう。どういうこと？関係ないか。退屈なんだよな、見張りって。いつものやるか。練習でもするか。練習？ああ、ポーズの練習か。ソルジャーは常に他人の目を意識しなくちゃならないってか。どうだっけ、こうか。うまくなったね。俺、ソルジャーなんかになりたくないんだよね。なんか兵士との会話もできるね。うろちょろしてると叱られるぞ。わかった。調査に来たソルジャーってあなた？ん？ああ、俺ソルジャーのザックス。キーファー。ファーストね、ファースト。って。かわいいね。カーボーイハット。ソルジャー、クラスファーストってたくさんいるの？少数精鋭だね。今回は2人だけ？うん、俺とセフィロス。そっか。昔から腹出してるんだね。へそ出しルック。何？何を言いたかったんだろう。変な子。ちょっと待って。なんかいろいろ見て回れるぞ。ニブルヘイム村外れ。神羅兵さん、ご苦労様です。ご苦労様です。お兄ちゃんたち、村の調査に来たんでしょ。来た。この村には不思議なことがいっぱいあるからね。僕らは村の七不思議って呼んでるけど、早速調査を始める？興味あるね。興味あるなら調べてよ。本当の不思議なのか、種があるのか。一つ目の不思議はね、最近村の飲み水が時々赤く染まるんだ。もしかしたら血？おお、怖っ。そんなことないよね。血が？不思議の正体が分かったら僕に教えてね。分かった。まあそれぐらいか、見れるの。なんだこれ。赤いマテリアが落ちた。ああ、マテリアね。この色が染み出したのかな。そんなことあるか。フェニックスマテリアゲット。あ、 DMW にフェニックスが追加された。おお、いいね。転生の炎、そういうこと。わかった。え、給水塔にマテリアが？なんだ、そんなことだったの。がっかり。でもね、今度の不思議はきっと本物だよ。思い出しただけでもブルブルしちゃうよ。その前にね、宿屋の2階の少女の絵は見たことある。とりあえず絵を見てきてよ。うん、宿屋の2階、ベッドとは反対側の壁にかかってるよ。わかった。悪い、待たせた。マコーロへの出発は明朝。今日は早めに眠っておけ。見張りは一人でいいから、お前たちも休んでおけよ。
そうだったな。家族や知り合いと会ってきても構わないぞ。ニブルヘイムか。宿屋2階にいるセフィロスと話す。カメラマンがついてきてる。何あんた。英雄セフィロスが狂ったんで、カメラのセフィロスとモンスターのツーショットが欲しいんです。俺の写真撮るか。マイナーな人の写真は撮らない主義なんですよ。現金熱クラウド。なんでメット取らないんだ。関係ないだろ。変なやつ。でもメットかぶってないといけないんじゃないの。どうなんだろう、わかんないけど。ああ、新規メール受信したクラウド。そこにいるのにメールしてきたぞ。出撃の時何度か任務が一緒になってるけど、ザッツにいようと思ってまだ行ってないことがあるんだ。でも故郷に戻って抑えなきゃって気がしてきた。けど照れくさいからメールにしとくよ。ザックスが髪型を変えた日、出撃前に俺に言ってくれた頑張れよって言葉、今でも思い出す。その度にもう少し頑張ろうって思える。ザックスありがとう。照れくさいこと言ってくれんじゃん。いらっしゃいませ、ごゆっくり。宿屋の2階の屋根を見る。見てみよう。確かあの可愛い女の子の絵があるって言ってたね、あの少年が言うには。あ、これか。うん、悲しい絵だな。でなんか不気味だ。うん、不気味だね。悲しい絵だな。何回喋っても一緒だね。他には何もない。ちょっと少年に話しかけてこよ。どんどんムービーとか入ってね、もう後戻りできなくなっちゃいそうだよね。見てきた。うん、可愛いけどなんかちょっと怖って感じでしょ。怖いね。二つ目の不思議はね、あの女の子時々絵から抜け出して裏をさまよい歩くんだって。そっくりさんじゃないの。怖っ演技うまい。はあ、緊張するな。どうしてた。俺はワクワクしてる。どうしてたんでしょう。いつモンスターが来るかわからないんだろう。はあ、緊張する。そうだったな、英雄になるチャンス逃すなよ。退屈なんだよな。時々話に来るからさ、我慢してるよ。こんな気さくな上司や先輩いたらめっちゃいいよね。何を見ている。この風景、俺は知ってるような気がする。ティファ、あんたがガイド。そういうこと。はい、撮りますよ。かっこいい、かわいい。この村で一番のガイドといえば私のことでしょうね。でも危険すぎる。ヘトヘト。そんなことにあんたを巻き込むわけにはいかない。お前が守ってやれば問題はなかろう。探索してんだ。離れとけ、起きたら食われちまうぞ。そいつ気絶してるだけだから。使うと汚れる、欠ける、すり減る、だから峰打ちにしてるんだ。あっという間に探索終わったってことね。私も中へ行く、見たい。この中は一般人立ち入り禁止だ。神羅の企業秘密でいっぱいだからな。でもお嬢さんを守ってやりな。
怒ってるわ。かわいい子供だな。なんだろう、高校生ぐらいなのかな。ニブルレクターマコーロ。ジェノバ、なんだろう。ロックは開かないか。セフィロスの親、親ジェノバ。動作異常の原因はこれだな。この部分が壊れているんだ。ザックス、バルブを閉じてくれ。なぜ壊れた？いやー怪しいわ。何が起きそうだね。お前たち普通のソルジャーは魔法を浴びた人間だ、うん、一般人とは違うが、それでも人間なんだ。しかしこいつらは何だ。お前たちとは比べ物にならないほど高密度の魔法に浸されている。これがモンスター。そうだ、モンスターを生み出したのはシンラカンパニーの北条だ。そうなんだ。魔法のエネルギーが作り出す異形の生物、それがモンスターの正体。普通のソルジャーってあんたは違うのか。おいセフィロス、どうした？まさか俺も、俺はこうして生み出されたのか。中に怪物がいるのか、こうやって。ああ俺はモンスターと同じだというのか。だから他のソルジャーより強いのか。ああなんか謎が分かってくるね。子供の頃から俺は感じていた。うん、俺は他の奴らとは違う。俺は特別な存在なんだと思っていた。しかしそれはこんな意味じゃない。俺は人間なのか。残念だな。お前はモンスターだ。あ、来たか、ジェネス。セフィロス、お前はジェノバプロジェクトが生み出した最高のモンスターだ。ジェネシス、やっぱり生きていたのか。この状態を生きているというならばな。ジェノバプロジェクトとは何だ。劣化してるわ、服もボロボロ。ジェノバプロジェクトはかつて行われた実験の総称だ。ジェノバの細胞を使った実験のな。母の細胞。哀れなセフィロス、お前は母親に会ったことなどないはずだ。名前を聞かされていただけだろ。どんな姿を思い描いていたんだか知らないが。ジェニス、やめろ。ジェノバは2000年前の地層から発見されたモンスターだ。そうなんだ。セフィロス、力を貸してくれ。俺の劣化が止まらないんだ。
DNA か何かか。ソルジャークラスファースト、セフィロス。ジェノバプロジェクト G はアンジールを生み、俺のようなモンスターを作り出した。ジェノバプロジェクト S は S 失敗した数多のプロジェクトを踏み台に作り出された完璧なるモンスター。俺に何ができる？お前には他者へのコピー能力がない。情報が拡散しない、つまり劣化が起こらないという。すげえ、そういうこと。お前の細胞を分けてくれ。君よ、恋願え。命育む女神の贈り物を。リンゴ？潜在意識の中であるのか。俺を惑わせるためのたわごとか、それとも俺が探し求めた真実なのか。どちらにせよ朽ち果てろ。なるほど、さすがは完璧なるモンスター。いったね。獣たちの戦いが世に終わりをもたらすとき、暗き空より女神が舞い降りる。光と闇の翼を広げ、至福へと導く贈り物とともに。ジェネスはもう朽ち果てるだろうな。ザックスが置いてきぼりなんだよ。え、ティファ？あ、怪物が出てんのか。セフィロスどこ行ったんや。やるか。ちょっとタフいねこいつ。ふいふい。Gレギオン。マバリア貼っとこう。ほらよっと。ドレインはさせねえよ。いて。デスサイズやばいね。ふいふい。あー硬っ。やばい。何？やばいな。オワールウィンドウ。だんだん敵も強くなってるわ。うおー強え。これやべえな。エーテル魔法でガン攻めしよう。マバリアを貼っといて。ういよし。分かってる、ティファ、俺から離れるなよ。クラウドとティファと一緒に村を、村に戻る。アクティベイティングコンバットモード。チキショー。
はい。ほい。やり。先行くわ、ティファ。この石にもさ、なんか魔法っぽい緑色があるよね。なんだろうな。多分ジェネシスっていうのが宇宙から来た怪物ってことなんだよね。でそれが地中核にいてってことなんじゃないか。地球の生命体じゃないもんね、パッと見。あ、瞬間移動してきた。モンスターに会わないようになんとかここまで来たけど、もうかお兄ちゃんに七不思議のボムの噂。七不思議のボムの噂ある。一匹も爆発させなかったら素敵なものが手に入るんだって。そうなんだ。いいヒント。七不思議のボムを探してここでもね。貴重な情報教えてくれ。とにかく爆発しそうなやつを叩くんだ。そういうことね。子供だけでここでも七不思議だ。七不思議のボムはどんどん大きくなるけど、叩けば少し小さくなるんだ。七不思議のボムがいる。ん？なんかアイテムある。コンバットモード。コンプリートリゾルト。橋は壊れてるし、こっちに何かアイテムでもあるんじゃないか。アクティベイティングコンバットモード。邪魔すな。コンプリートリゾルト。あ、やっぱりアイテムあった。リスキーボム。こいつら結構強いぞ。明らかに他のやつらと違う。やばい。あー、くそ、斬鉄剣当たってくれ。やば。ボム爆発しそう。ほいほいほい。おらおら、よっしょ。タフいね。やり。エリクサーと HP ストーン。なんとか無事戻ってきたね。え、村の中にもモンスター出んの？奥に門がある。ん？新規メール受信した。シスネから来たね。帰ってきたら、そっちはニブルヘイム、私は別件で極寒の地を。ところでザックス、コスタでラブレス読んでたでしょ。あれってジェネシスの愛読書よね。全部読めたの。ザックスのことだから途中で投げ出しちゃったりしたんじゃないの。今ミッドガルでラブレスの演劇をやってるわ。戻ったら一緒に行ってみない？何かヒントになるかもしれないわよ。シスネからのデートじゃん。デートのメール。仕事という名のね。セフィロス、どこへ行ったんだ。
任務ほっぽり出してどっか行っちゃったな、セフィロス。何があったの？ごめん、言えない。でしょうね。セフィロスのことは村の人たちに聞いてみるわ。ありがとう、ティファ。広い部屋だね。気がついたな。ティファは無事だ。安心しろ。俺もソルジャーだったらな。ザックス。ソルジャーはモンスターみたいなもんだ。やめとけ。何があったんだ？わかんねえ。わかってたつもりだったけど。はあ、そういやお前、ティファとは知り合い？まあね。話したのか？いや。なんか訳があるんだろうけど、それでいいのか？俺なんかさ、俺はソルジャーだから戦っていればいいんだ。面倒なこと考えるのは誰かに任せておけばいいんだ。何が起こってる？敵は誰だ？んなことはどうでもいいんだよ！なあザックス、その剣すごいよな。憧れるよ。この剣かっこいいよな。憧れ？使うと汚れる、かける、すり減る。そっちの方がもったいない。剣よりもお前の方が大切だ。ほんの少しな。あー、アンジール。夢を抱きしめろ。そしてどんな時でもソルジャーの誇りは手放すな。誇りだね。これは夢と誇りの象徴なんだ。いや、そのものだ。俺、見失うところだった。ありがとな、クラウド。え？よし！とりあえず、寝る！なんかさっぱりした性格でいいね。寝るのに気合い入れる。寝る！おやすみ。あ、おはよう。宿屋の外へ出る。落ち込んでんね、クラウド。もう少し休むよ。もう少し休むよ。やっぱソルジャーになったらさ、あれじゃない？自信がつくんじゃない？強くなって。まだクラウド人間だから自信がないんだ。女の子がいない。あ、恐怖。本当だ、女の子がいない。いない、抜け出してるわ。やば。女の子多分歩いてんだ、どっか。ん？クラウド、ティファ。え？メール来た。よかったら
今日俺の実家に遊びに来ないか。母さんの手料理をご馳走するよ。今日はシチューを作ってくれるんだ。母さんのシチューは最高にうまいからザックスにもぜひ食べてもらいたい。行きたいね、シチュー。ティファ、あの人大丈夫？やられちゃった兵士の人大丈夫？だいぶダメージ受けてたみたいだから心配です。ザックスがいてくれてよかった、ありがとう。やっぱりソルジャーって強いのね。今度ソルジャーのこと詳しく教えてね。行きたいことがあるの。クラードが助けたって知らないんだ、ティファ。だからヘルメットしてたんだ。そういうことか。いろいろ隠してんね。いらっしゃいませ。ん？ティファ来た。セフィロスは神羅屋敷にいるみたい。あのでかい屋敷のこと？そう、昔から神羅のものなの。わざわざ教えに来てくれた。じゃあ行こうか。ん？赤い革コート。どんどんメール来る。緊急レポート。 FC では数々のジェネシス様に関する、殉職と伝えられたジェネシス様が存在しているということ。やはり女神の贈り物なぞ。我々もジェネシス様をサポートする手段を検討します。これあれだよ、ファンクラブだよ。コピーをなんだ手助けするって何言ってんの。ダメだよ。男はね、見た目より中身だよ。見た目も大事だけど。もしもーし。アリス。アリス。やっと通じた。ああ。テンション上がるよな。聞かれてないか。なあ、悪いけど、今取り込み中なんだ。後で電話する。しなくていいから。分かった、会いに行く。待ってる。うん、約束だ。なんか彼女だな、もう感情の高まり。エアリス、もうちょっとだからね。もうちょっと調べてくね。神羅屋敷はこの先、階段を上って左へ行ったところだ。ありがとう。案内する。クラウド、いつの間にか元気になってるわ。新規メール受信カンセル。なんだ、伝言だぞ。元気で任務やってるか、持ってる長い仕事なんだな。お前に代わってエアリスを見守ってやろうと思ったら、なぜかタークスも見守っていた。彼女、花売りワゴンのタイヤが外れて使えなくなったって言ってたぞ。マジで？直してやろうとしたら断られた。ザックスに直してもらうんだと。だから早く帰ってこい。助けてやんねえとな。ん？ティファ？私だって戦える。セフィロスって何考えてるかわからない。他のソルジャーもこんな感じなの。例えば金髪のソルジャーなんている？別に意味はないのよ。女の子の憧れでしょ？ピンチの時に金髪のソルジャーに守ってもらうのなんて。でも待ってるだけじゃダメだから。私も格闘を始めてみたの。師匠には筋がいいって言われてるのよ。だってさ、そこで格闘技を始めたと。心霊式見てみるか。ニブルヘイメ村外れ心霊屋敷。なんか怪しい場所来たね。セフィロスさんは2階の右の部屋らしい。部屋の中いろいろ探索できるのかな。鍵穴を覗く。お、すげえ。何もない。椅子が4個あるだけ。覗けるってことは何か意味があるのか。開かずの間、あ、かぼちゃがいる。怖いやん。なんかなんだこいつら、モンスターだよなこれ。
鍵穴覗いてさ、急に目が出てきたらびっくりするよね。ピッて。ルクシール。メール来た。うん、セフィロスさんとの仕事を。以前連絡を取りたがっていたようだったので、これでお話ができると。主要なファーストがほとんどなくなった。セフィロスさんも部下の面倒を見るタイプじゃない。出世の道まっしぐらですね。僕は一生ザクスさんについていきます。後輩からのメールだね。確かにファーストってみんな死んでんだよな。ソルジャーって死ぬ運命なのかなとか思っちゃうよね。ボロいね、ここ。なんかずっと使われてないような。見れる中も。鍵がかかっている。全部鍵かかってるかな。いろんな部屋見れるぞ。なんか探索もしたくなるよね。手紙。収まりきらない知識の証、意味嫌われる。存在、嬉しきは田舎の母の心遣い、四の足で休息を取るもの。ケタケタ笑う金庫。暗号が必要と。屋敷に存在する開かずの扉の鍵穴を除き、1から4の数を数えて暗号を解きましょう。書物、モンスター、仕送り、椅子。ああ、椅子は4だったね。モンスターは2かな。んで、金庫。あ、金庫ある。来たー、5394。え？サボテンダー来た。ペット？ペット？急所切りを1個で手に入れた。あー大変だった。5394。でもこれ人によってね、番号が違うんでね、ちょっと難しいですね。ここしっかり見ないといけない。セフィロスに会いに行こうか。ティファからメールだ。見てみよう。お願い。言い忘れたけど、私が金髪のソルジャーのことを探してるって他のソルジャーさんには言わないでお願いよ。クラウドか。お互い気にしてんだよね。何かあるかな。あ、地下通路への鍵が開いている、うん、もしかしたらセフィロスさんは地下かもな。地下にいるセフィロス。他に行く道ないよね。こっちだな。わかった。地下通路へ。じゃあ行こうか。こんな地下があるのか。うお。アクティベイティングコンバットモード。敵出てくんのか。棺桶の鍵？はしごがあって、こっちはなんだ？あ、宝があるね。取っていこう。ソーマゲット。なんか実験か何か行ってんのかな、ここ。モンスターをかくまってるような場所に見えるね。ん？開くね。あ、宝がある。棺桶？開かないな。も
使ってみようか。うわー、まあ出てくるよね。アクティベティングコンバットモード。いいね。ハイジャンプ強くなったわ。カリスマ。開かない。開かない。棺桶の鍵がないな。アクティベティングコンバットモード。かかってこい。棺桶の鍵手に入るんだね、サハギンから。こういう感じか。この先に進むと引き返すことができません。ミッションの受注ややり残しがないか確認しましょう。マジで？ちょっと待って、完全引き返しできないってことは怖いな。開かないな。誰だ？じっくり出てくんね。誰？熟睡かよ。そっとしておいた方が良さそうだね。期待させんなよ。なんだよ熟睡。モンスター熟睡すんのかよ。まあいいや。シェクは施設に入れ。